みなさんこんにちは、しおりんチャンネルのしほです。今日は、はい、今日はですね、はい、しほちゃんの目の前にあるピンクグッズ、しほちゃんがね、ピンク好きだからピンクグッズをね、いっぱいね。そう、これ全部くれるの？そうでね、これは全部100均なんです。全部、全部100円ダイソーで買いました。1、2、3、全部ちょうど10個かな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個、ちょうど10個だね。ぜひこれで1000円です。あのしほちゃんが火曜日ね、ダンスの時に、うん、ママとりみでダイソーでお買い物してきました。これはしほちゃんにぴったりだと思って。で、実はりみちゃん2色あって、りみが好きな色が最近ね、まあ、水色ももちろん好きなんだけど、エメラルドグリーンが大好きなの最近で。ちょっとしほちゃんこれ持ってくれるかな。え、これリミの？そう、リミはね、これだけでいいって言うんで、リミが買ったのは実はこれです。ちょうどね、しほとリミの好きな色がの、グッズがあったのでね、買ってきました。リミちゃんはこれです。なのでね、ちょっとね、まあ物は一緒なので色が違うだけで、あ、なのでちょっとピンクの方をね、紹介したいと思います。はいはい、じゃあちょっと開けてみようか。全部？全部開けてみよう、せっかく。やったー、全部使えるからね。やったー、うん、でん、うん、1つ目、これね、机の下とかでもいいし、入れられるね、うん、でん、2つ目、でん、3つ目。あ、もうこれ出てたわ。でれん、4つ目、出てたね。でれん、5つ目。かわいい、かわいいじゃん。でれん、6個目。でれん、7個目。でれん、8個目。ここに開けるのね。でれん、10個目。最後です、最後です。でれん、10個目。落としてるけど。以上、10点全部開けました。はい、じゃらん。じゃあじっくり見てくる。これも開けちゃおう。そうだ、それを買ったから、もちろんこれもね、買いました。写ってるかな、セロテープ、うん、それもね、それを装着しないと使えない。確かに、そう、小さいね、やつで、あの、入って、そこ、うん、小さいやつ。そうそう、小さい方。え、うん、これちっちゃいタイプでしょ。確かに。オッケーだよね、それで入るよね。かわいい。かわいい。で、そこからビヨーンってやって。あ、そう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 。あ、いいじゃない。あ、かわいい。あ、かわいいね。かわいい。いいじゃん。ボックス組み立てよっか。あ、せっかくだから。うん、やばい、後でいろいろとさ、うん、見ながら紹介します、うん、これは何々です、うん、これはボックスだね、うん、なんかね、プリントとか、あ、やばい、少しポキってなっちゃう、うん、そう、これ100円なんだよね。かわいい。ふもちゃんはね、ピンクも好きだけどシンプルも好きなんだよね。そう、だからもうほんと持ってこいかなと思って。ママもこういう雑貨大好きで、ザ・ミックスができました。いいね、かわいい、かわいい、かわいいね、これね、シンプルが好き、うん、こんな感じでーす、はい、で、これもね、ペン系、ペン立て、ペン立て、こういうやつ。中に入ってるものも紹介しよう。クリップだね。クリップは全部同じ柄？いや、違う、ちょっと待ってね。あ、違うんだ。クリップは、うん、この3種、あ、あ、映った、水玉と、うん、水玉と、なんか横線、横線、しましまみたいな横線と、英語でドリームだ、夢、ドリーム、ドリームの3種類で、じゃあマグネットもかな。マグネットも横線、うん、横線、横線と水玉、やばい、映んないけど、まあ、いっか、見えるし、英語です。はよし、次です。あとはパンチだね。パンチ穴開け。
穴あけパンチと、うん、それはね、あとホッチキス、ホッチキスもちょっと今芯がないので、これは普通に使います。次、はい、セロハンテープ、うん、あ、もうここから見えてるかな。別に見えてもよくない、まあ、セロハンテープもさっきね、装着した感じ結構切れ味も良くて可愛いです。ちっちゃくて、何やってるんですか。じゃあそのまま行ってください。このまま行くのね。次こちら、こちら、ね、これはね、付箋なの。付箋、うん、付箋って書いてあった。おー、すごい、見て、なんかメモ帳みたいな ね、開くことなんだけど、付箋なの、ね、そう、そこが多分ね、のり、のり、のりがついてて、ペタって貼れるタイプ。ちょっと大きめの付箋だね。あれ使った。かわいいでしょ。かわいい、これ。かわいいよね。シンプルでかわいい、うん。ちょっとさ、大きめの方が使いやすかったりするじゃん、付箋って。確かに。文字か書いてペタって。あとこの前さ、うん、あのさ、世界堂で買ったの、短いさやつをそこに挟んでいけばさ、うん、本当にもうさ、メモ帳として使える。うん、そうだね。いいです。うん、使いたいと思います。はい、次はこちら。はい、こちらはね、3本がついてる黒と赤と青のボールペンです。しかもさ、その先っぽ見て、先っぽ、え、可愛くない？あ、すごい、ストーン、ね、ストーンがついてるんだよ。ストーンついてて、あ、映んないよ。ストーンついててさ、3本で100円って安くない？やばい。こうすればいいんだよ、こういう感じ。スター？こんな感じ、ストーン。ああ、白。はい。で、うん、赤と、うん、赤と黒と青で、100円です。はい。めちゃくちゃ可愛いんだけど。可愛いでしょ？ゴールドでしかも。ね。こことかね。ママの使いたいと思います。3本あるので。ラスト！ラスト。これがね、リミも買ったんだけど、これタッチペンとボールペンと2通り、こちらです。使います。こちらはね、こっちの方がタッチペンで、うんうん、逆側のこっちがなんとボールペンで、ね、これ青？青だ。青でした。ボールペンの色は青。書いてみるね、うん、青でした。はい、全部紹介しました。これで10個で1000円ちょうど。これで1000円って安いよね。だって1個100円だもん。やばいよ。シンプルでピンクで可愛くてやばいよね。1つ100円。ねえ、100均ってすごい。やばいよ。すごいですね。すごいね。やばい。これ机にさ、置いてもさ、すごいさ、シンプルなちょっとね、いい感じの、大人っぽいイメージ。大人っぽいイメージにちゃんとなるよね。素晴らしい。まずこれを机の上に置いて、うん、これはカバンの中に入れて、うん、これとこれは机の中に入れて、そうだね、で、使う時に使って、うん、これは机の下に置いて、そうだね、これは飾る、それは下でもいいですね。下でもいいです。あ、でも並んで置いてもいいですね。あ、いいかも。いいよね。嬉しい、うん、ありがとう。いいね。ゴミがいっぱいついてきたな。はい、じゃあリミちゃんが買ったのは、パンチと穴あけパンチと、パンチあとこの、タッチペンとセロテープだね。これボールペン&タッチペンと、うん、あとこのファイルスタンド。あ、これリミちゃんはこの4つを買いました。テープ買った。そう、じゃあ皆さんもね、なんかピンク好きの方はぜひね、はい、大将さんにね、可愛くてこんなにいいのがあるので、あ、シロンがなんか食べてる。シロンじゃ見でしょ。シロンが、シロンがゴミを。何？はい。というわけで今回はですね、はい、ママとリミが100均から買ってきてくれたものを紹介してみました。ね、ピンクがめちゃくちゃ好きな方はこの気持ちがわかると思います、うん、めちゃくちゃ可愛いです。ママもピンク好きなので。可愛いと思う、うん、可愛いと思いました。ママが机、自分のがあったら行きたいぐらいです。
まあ基本ママモノトーンが好きなんだけど、ピンクもマイカラ好き。それではバイバーイ。白もバイバイって、白もバイバイ。ほらバイバイ。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 グミ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 ペア。三時だおやつ。